皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回は昭和に起きた謎の行方不明事件の総集編です。今回も長尺となっておりますので、お時間のある時にぜひご覧ください。それでは一つ目の事件からどうぞ。はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、庄山仁志くん行方不明事件です。この事件は制服のまま出かけた少年が行方不明となり、後日本人の直筆で手紙が届きましたが、事件なのか自らの失踪なのか明らかになっていません。情報が少ないため難しい印象がありますが、事件を振り返ってみたいと思います。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1969年2月23日、長崎県佐世保市内に住む庄山仁志くん、当時14歳が制服制帽姿で家を出たまま行方不明となった。その日の夕方、仁志くんの制帽を持った男が自宅に現れ、仁志くんに金を盗まれたとの証言をし、翌日には父親宛てに仁志くんの直筆の手紙が届くなど、不可解な点が多くあった。警察は誘拐事件として公開捜査を行っているが、仁志くんを発見することはできず、事件性の有無もわからないまま、現在も未解決となっている。事件の経緯。2月23日午後2時過ぎ、仁志くんはちょっと町へ行くと言って、制服、制帽姿のまま自宅を出て行った。この時、自宅の縁側に、やりかけの工作の道具を広げたままだったという。午後6時半頃、仁志くんの制帽を手にした見知らぬ男、当時24歳が自宅に現れ、仁志くんの母親に制帽の持ち主に現金を奪われたと話してきた。その男が言うには、午後3時半頃、場所は市内の道路で、側溝に車輪を落としたバイクを二人の少年が引き上げようとしていた。手伝おうとジャンパーを脱ぎ、道路脇に置いた。ところが少年の一人が、いきなりジャンパーを奪って逃げたため、中学生もそれに続いて逃げた。ジャンパーの内ポケットには、46万円が入っていた。逃げ遅れた中学生を追いかけ、ズボンのポケットに挟み込んでいた、制帽を取ったが、二人とも取り逃がしてしまった。制帽の名前を頼りに、ここへ訪ねてきた、との内容だった。あまりにも不審な話だったこともあり、この日は、この男に一度引き取ってもらったという。2月24日、昼頃、父親宛てに、仁志くんの直筆の手紙が届いた。その内容は、強盗事件を詫びる文章だった。前略、心配かけてすみません。悪い友達に誘われて、人のお金を取りました。中には40万以上も入っていましたが、僕は少ししかもらっていません。学校の方は僕の気持ちが収まるまで、病欠にしてください。すぐに帰ってお詫びいたします。どうか探さないでください。仁志。これを最後に連絡が途絶えてしまった。警察の捜査。2月24日、家族は警察に相談し、警察は誘拐事件と断定、大掛かりな山狩りをするが、仁志くんの発見には至らなかった。翌25日、警察は仁志くんの公開捜査に踏み切り、訪ねてきた男は2年間の少年刑務所を仮出所して、クリーニング店で働いているということが分かった。警察はこの男が何らかの理由で事件を仕組み、仁志くんを誘拐した上で、無理やり手紙を書かせ、金を奪おうとした可能性があると判断し、この男を厳重に調べ、嘘発見器にもかけたが、決め手をつかむことはできなかった。また、男が庄山家を訪れる際に、近くの商店で道を尋ねていることが分かったが、その30分ほど前にも、別の3人組が庄山家の場所を尋ねていることも判明した。警察はこれまでに何度か、事件の洗い直しに着手しているが、関係者の記憶は薄れ、未解決事件となってしまった。数々の謎。男が持ってきた制帽は、仁志くんのもので間違いなく、翌日に届いた手紙からも、仁志くんに何かが起こったことを裏付けている。しかし、
このひったくり事件は存在しなかったと信じる捜査員は少なくなかったという。その理由に挙げられることも一つではなかった。まず男が持っていたとされる46万円の現金は出どころが不明となっており、現在に換算すると100万円以上の大金を出所してわずか4ヶ月で稼ぐというのは不可能とみられ、男は自宅の床下に埋めておいたと述べているが、家族の誰も知らなかった。また白昼街中で起きた事件にもかかわらず目撃者がおらず、現場検証の結果バイクが側溝に落ちた形跡もなかった。さらにひとし君たちがなぜ男のジャンパーに大金が入っていることに気づいたのかという疑問もあった。そして手紙の内容にも不可解な点があった。ひとし君の直筆で届いた手紙には前略と書かれていたが、ひとし君はそのような言葉は使ったことがなく、最後に書かれていた名前も書き間違いがあったとされている。このことからひとし君は何者かに強制的に書かされた疑いもあった。また別の見方には、自分の意思で書いた手紙じゃないというアピールとしてわざと自分の名前を間違って書いたのではないかとの見方もある。鍵を握る男。事件から数年後、ひとし君の自宅に訪ねてきた男が奈良県にいることが分かり、ある記者が訪ねている。男は事件後間もなく佐世保を去り、各地を転々とした後奈良県内に身を寄せていた。今はダンプの運転手をしており、二児の父であることが分かった。記者が訪ねたのが夜だったこともあり、明日は早いと言って一旦取材を断られたが、男は起きてきて取材に応じたという。見た目は小柄だががっしりとした体つきで、取材に対し慎重に考えながら強い関西弁で早口に話すタイプだった。記者が金の出所について聞くと、金の出所か、特に言えん金というわけじゃない、言うと不利になるということはちょっとはあるがな、いつかは言わんならん思うけどな。では今言ってくれないか。わしは情に脆いからな、そう言われると言いたくなるんやけど、警察のメンツが立たんもんな。ジャンパーの大金に少年たちが気づいたのも不自然だが。そやな、外から見えんしな、そう言われれば不思議やな。最後に記者が逃げたひとし君の身長を聞いたところ、言葉に詰まりながら、わしと同じかちょっと大きいくらいと答えはしたものの、肝心なことは何も言わなかったという。ひとし君は年の割に大きく168センチあったため、小柄なこの男とほとんど同じということはない。この男の話は最後まで曖昧だったという。事件の真相とは。この事件は断片的な情報しかなく、真相にたどり着くことは難しい印象がある。警察は事件を洗い直すとは言ったものの、新たな情報は何も出なかった。そして事件から52年経った現在も多くの謎を残したまま未解決事件となっている。実は事件から1年後、庄山家は佐賀県に引っ越したことが判明している。ひとし君は当然この引っ越しのことを知らない。ひとし君の両親がなぜ帰る場所をなくしてしまうような引っ越しをしたのかについて、今も理由は分からず疑問は残ったままとなっている。一体この事件の本質はどこにあるのか、どこまでが本当でどこからが嘘なのかも分からないまま、ひとし君の行方はつかめないでいる。果たしてひとし君はどこに消えたのか、生存の可能性はあるのか、この事件の真相とは。この事件は情報が少ないので真相に迫るのはかなり難しい印象があります。全体的に不可解な点が多く、わからない点も複数存在します。なんとなくこの事件は誰かが事実を隠蔽するために嘘を重ねているような気がします。一見金目当ての誘拐のようにも見えますが、事件の内容をよく見ると見知らぬ男が金を要求するような場面がありません。確かにこの男は少年刑務所を出所したてで怪しく見えますが、警察が厳重に調べた結果何も出なかったということが、やはり何か引っかかります。
これは私の想像ですが、ひとし君は何らかの形ですでに亡くなっていたのではないでしょうか。殺害されたかどうかは分かりませんが、この事件が何かしらの事実を隠すために全て仕組まれているとすれば、ひとし君の両親が何かを隠しているような気がします。もしかしたら家に訪ねてきた男は両親に依頼されてひったくりにあったと嘘をついたのかもしれません。そして直筆とされる手紙については前もって誰かに2通書かせ、両親がひとし君の書いたものだとそのうちの1通を警察に渡せば、鑑定の結果同一人物であると証明するのは簡単です。仮にこの事件に両親が関与しているならば、引っ越しについても納得できます。見知らぬ男が記者に対して警察のメンツが立たんと語った理由には、このような事実が隠されていたからかもしれません。私がこの事件で気になる点は、ひとし君の家に訪れた男が何の罪で少年刑務所に入っていたのかということです。おそらくこの男は凶悪性の高い事件を起こし、刑事処分相当の判断が下されているとは思いますが、仮出所のみで新たな犯行に及ぶのはかなりリスクが高いと感じます。そのためこの男はひとし君の失踪に直接的な関与ではなく、誰かの指示に従っただけの間接的な役割で、現代で言えば受け子のような役割だった気がします。この事件で違和感があるのは、失踪したひとし君の人柄や特徴について全く情報がないことです。仮にひとし君は素行が悪い人物で地元の不良グループと関わりを持っていたとすれば、何らかのトラブルに巻き込まれ金銭を要求されていたと考えることもできます。だとすれば、そのお金を作るためにひとし君自らが手紙を書き協力した可能性があります。自分の親から金を出してもらう方法として嘘のひったくり事件を演出し、自ら聖望を渡すことで真実味を持たせたが失敗したため、次の作戦として手紙を書いたのかもしれません。しかし警察沙汰となり大事になったことで、本当に失踪せざるを得なくなったと考えることもできます。もしかしたら両親はどこかのタイミングで真相を全て知ったため、そのままそこに住むことができず何のしがらみもない土地に引っ越したのかもしれません。この事件は50年以上前ということもあり、情報の正確性や信憑性には疑問を感じますが、公開されている情報だけを見ると、自らの失踪ではなくやはり何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いような気がします。事件の経緯を振り返ると、不可解なことが立て続けに起きていますが、全ての出来事に何らかの意味があるとして捉えると、組織的な誘拐の可能性を感じます。ひとし君が出て行ってからわずか4時間後に男が訪問し、その翌日には直筆の手紙が届くなど、かなり展開が早いため、犯行を計画的に進めている印象があります。おそらく警察の見立て通り、ひったくりの事実などはなく、あらかじめ決めていたシナリオに沿って役割分担ができていたのではないでしょうか。そして直筆の手紙についてですが、仮にひとし君に手紙を無理やり書かせ親から金を奪うつもりであれば、僕は少ししかもらっていませんと書かせるのは違和感があります。親に責任を感じさせるなら、僕が全てのお金をもらいましたと書かせる方が無難だと感じます。さらに手紙の最後には帰ることを示唆する文章も書かれているため、おそらくこの手紙は警察に相談させないための時間稼ぎが目的だったのではないでしょうか。だとすれば金銭目的ではなく別の目的があったと推測できます。例えばひとし君の身柄を誰かに引き渡すまでの間、時間稼ぎが必要だったと考えることができます。もしかしたらこの事件は人身売買組織による犯行だったのかもしれません。ただやはり一つ気になることは両親の引っ越しについてです。行方がわからなくなって1年後の引っ越しは確かに早すぎる印象があります。考えられる可能性としては、何らかの経緯で二度とひとし君が帰ってこないことを知ってしまったということです。もしかしたら実は2通目の手紙というのが存在し、どこかで生存はしているものの帰れない理由などが直筆で書かれていたのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。
今回の考察は未解決事件、井ノ原修くん失踪事件です。この事件は当時5歳の男児が病院内で失踪した事件ですが、すでに事件から相当な時間が経っていることから解決は難しいとされています。また失踪後に両親のもとに不審な手紙が届くなど、不可解な失踪事件として現在も様々な考察がされています。一体失踪当日何があったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1973年7月3日、熊本県大津町にあった産婦人科医院で、井ノ原修くん、当時5歳が突然行方不明になった。当時修くんの母親が出産のために入院していたことから、修くんは父親と共に見舞いに訪れていたが、父親が少し目を離した隙にいなくなってしまい、どこを探しても修くんの姿を見つけ出すことはできなかった。そして失踪から約2年後、修くんの自宅に一通の不審な手紙が届き、その文面には修くんの行方につながる内容が書かれていたため、事件に巻き込まれた可能性が浮上し、懸命の捜索が行われたが、結局修くんを発見することはできず、この事件は未解決のままとなっている。失踪の経緯。失踪当時、修くんは大津町の隣に位置する菊陽町で寿司店に勤務する父親と母親の3人で暮らしており、母親は出産を間近に控えていた。7月3日午後3時頃、修くんは父親と一緒に母親のいる病院を見舞いに訪れ、母親が診察を受けていたところ、父親が少し目を離した間に修くんの姿が見えなくなった。父親はすぐに周辺を探したが、修くんを見つけることができず、同日午後8時頃、父親は警察に息子が行方不明になったと届け出た。警察は修くんがまだ幼いことから万が一の事態を考慮した上で、警察署員だけでなく消防署や消防団にも出動を依頼し、約40人で周辺一帯の捜索を行い、午後11時頃まで修くんの行方を探したが、修くんの足取りをつかむことはできなかった。翌日の7月4日午前7時頃、病院近くの用水路や町内を再びくまなく探したが、これら懸命の捜索でも修くんを発見することはできず、その後大規模な捜索は打ち切られた。また失踪当時の修くんの服装は白の半ズボンに白の半袖シャツ、靴は履いておらず素足だったため、自ら遠くに行くことは考えにくいとされていた。不審な手紙。修くんが行方不明になってから約2年後の1975年6月16日午前10時頃、修くんの自宅に一通の手紙が届いた。その手紙の内容は、2年前の雨のひどい日、大津町の東で雨のために車がスリップし、お宅の坊やを跳ねて殺した。当時は19歳で免許を取得したばかり、車も買って3日目で運転も未熟だった。親に叱られるのが怖くなり、死体は3キロ離れた山中に埋めた。一度手紙を出そうと思ったができなかった。ご両親に対してただただ頭を下げるのみ。と何者かが修くんを事故で死なせたことを告白するものだった。この手紙の消印は、修くんが失踪した病院から約14キロ先の熊本県阿蘇町の赤水郵便局となっていたが、差出人は不明で、封書の差出人名には TYCK と書かれていた。またこの手紙は大学ノートの1ページを切り抜き書かれたもので、文面は全て黒のボールペンが使用され、文字は筆跡を変えたとみられるカタカナと漢字で書かれていたが、最も特徴的だったのは指紋を消すためなのか、手紙と封筒は共に油に浸された形跡があり、白い封筒が黄色く変色し、ロウビキシのように艶が出た状態になっていたことだった。警察は手紙に書かれた天候などの内容が失踪時の状況と一致していることから、犯人が自責の念に駆られて投函した可能性を考え、内容に一定の信用性があるとして、免許証の交付時期や年齢、手紙の消印などを手がかりに捜査を開始した。しかし捜査の結果、差出人に該当する人物を見つけ出すことはできず、周辺の山から修くんの遺体を発見することもできなかった。
手紙の真偽。おさむくんの失踪から約2年後に届いた手紙については当初から懐疑的な見方が多くあった。失踪直後ならまだしも、約2年も経ってから手紙を出す理由がわからないため、逮捕されるリスクに自ら飛び込むような行為は極めて不可解だとの見方が強く、報道によって事件を知った何者かによる悪質ないたずらではないかとの声が上がった。実際死体は3キロ離れた山中に埋めたと手紙に書かれていたにもかかわらず、捜査によって遺体が発見されなかったことからそれがいたずらの根拠とされているが、一方で山に埋めたというだけでは手がかりが乏しいため、そもそも発見することは困難だとの見方もある。また修くんを誘拐した犯人が捜査を攪乱するために手紙を投函したとする説も浮上したが、約2年間も捜査に進展がなかったため攪乱工作をする必要性がないことから、この説には疑問の声が多く、修くんの両親が捜査を再開してほしいとの思いから自作自演で投函したのではないかとの心ない声も上がった。いずれにしてもこの手紙からは何の手がかりも得ることができなかった事実があるため、いたずらの可能性が高いとの見方が強いが、現在もこの手紙については真偽不明のままとなっており、差出人名に書かれた TYCK という謎のアルファベットについても解読ができないままとなっている。事件の真相とは。この事件は失踪からすでに49年が経過しているため真相の解明は難しいが、状況があまりにも不可解だったことから現在も様々な憶測が囁かれている。しかし当時の詳細な情報はなく、病院関係者の目撃情報などもないため現場の状況はつかみ取ることができず、あらゆる可能性が憶測の域を出ていない。また失踪当日は雨だったため、裸足の修くんが自ら外に出ていくことは考えにくいとの見方もあり、謎は深まるばかりとなっている。そして修くんが生存しているとすれば、年齢は今年で54歳となっており、修くんの両親に至っては91歳という高齢のため、すでにご存命の可能性も低いとされる中、この事件は何一つ手がかりが得られないまま風化しようとしている。果たして失踪当日修くんの身に何があったのか、手紙の差出人は誰だったのか、この事件の真相とは。この事件は失踪から約2年後に届いた手紙の真偽によって答えが大きく異なりますが、私の印象としてはこの手紙はやはりいたずらの可能性が高いような気がします。その根拠としては、手紙の赤水郵便局の消印について調べると、この郵便局は現在集配をしていないことから、当時も同じだったとすれば、この消印が押されるのは速達か書き留めまたは小包しかなく、郵便局員と対面するしかないため、たとえ差出人名に記入がなかったとしても郵便局側で差出人の情報を保管しているはずです。このことから推測すると、情報は公表されていませんが、警察は早い段階でいたずらだったことを掴んでいたのではないでしょうか。仮にこの手紙の内容が本当だとしても、犯人にとってのメリットは全くないだけでなく、逮捕されるリスクも高まるため、悪質ないたずらと考えるのが最も納得できます。私がこの事件で注目する点は、失踪時に修くんが裸足だったという情報です。失踪当日は強めの雨が降っていたとの情報があるため、さすがに5歳ともなれば雨の中裸足で外に行くことは考えにくいと感じます。だとすれば、一番考えられるのは病院内で何者かに連れ去られた可能性となるため、病院に訪れていた怪しい人物がいなかったのか非常に気になります。この事件は約50年も前のため、現場の状況などわからない部分が多々ありますが、やはり解決の糸口は失踪後に届いた手紙にあるような気がします。この手紙についてはいたずらだったとの見方が強いですが、むしろ約2年も経ってから送っていることを考えると、すでに報道はされていなかったと思われるため、犯人が後悔の念に駆られ事実を告白したと考える方が自然のような気がします。仮にこの手紙の内容が全て事実だとすれば、文面から読み取れる犯人の目的は修くんの遺体を発見してほしいとの願いが一番強いように感じます。文面からもう一つ感じることは、免許を取り立てで
車を買っていることから、かなり裕福な家庭で育った印象があり、親に叱られるのが怖かったとのことから、厳格な家庭という印象も受けるため、地元では名の知れた資産家で、車も親に買ってもらったものではないでしょうか。そして、この事件の最大の謎とされる差出人名に書かれた TYCK というアルファベットについてですが、適当に書いたとの見方もありますが、私の印象としては、やはり何かしらの意味を持たせたもののような気がします。おそらく警察も暗号解読のプロに依頼して解読を進めたと思われますが、このアルファベットにはプロ的な要素が含まれていなかったために解読できなかったのではないでしょうか。これは私の想像ですが、TYCK というのは犯人が事件当時乗っていた車の略語だったような気がします。そこから読み解くと、TY というのが車のメーカーでトヨタ、CK というのが車種だとすれば、当時販売していたクラウンのスーパーサルーン K というのが当てはまります。これは全くの想像ですが、もしかしたら車の販売ルートから操作していれば、犯人を特定することができたのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。皆さんこんばんは。話題の事件へようこそ。今回の考察は豊橋市男児行方不明事件です。この事件は当時4歳の男児が突然行方不明になった事件ですが、現在も事故か事件かもわからず未解決のままとなっています。そのため当時現場付近では神隠しではないかとの噂や幽霊騒動まであり、謎が深い事件となっています。一体この男児はどこに消えたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1982年11月29日午後2時5分頃、愛知県豊橋市二川町の路上で、近所に住む男児 Y ちゃん当時4歳が突然行方不明になる事件が発生した。失踪当日、 Y ちゃんは同じ幼稚園に通う園児とその母親との3人で自宅に向かっていたが、ちょっとしたトラブルが発生したため、園児の母親が数分 Y ちゃんから目を離した隙に、Y ちゃんの姿は忽然と消えていた。その後、Y ちゃんの捜索願いが出され、警察によって大規模な捜索が行われたものの、Y ちゃんの姿を見つけ出すことはできず、誘拐の可能性が浮上する中、Y ちゃんのものと思われるいくつかの遺留物が発見されたが、足取りを示すような痕跡を発見することはできなかった。その後も有力な手がかりは得られず、事件なのか事故なのかもわからないまま、現場に不気味な影を落としたが、すでに失踪から40年以上が経過しており、現場には当時の面影すらなくなっている。失踪の経緯。失踪当日11月29日午後2時頃、Y ちゃんは同じ幼稚園に通う近所に住む A ちゃんと、幼稚園に迎えに来た A ちゃんの母親と共に徒歩で自宅に向かっていた。それから約5分後、自宅まであと400メートルほどの路上で、道路の反対側にいた同じ幼稚園に通う園児が Y ちゃんたちに向かってバイバイと手を振ったため、 A ちゃんが手を振り返したところ、 Y ちゃんがあの子は僕の友達だよと怒り、 A ちゃんの背中を押したことで喧嘩となった。その様子を見ていた A ちゃんの母親が喧嘩を止めたが、 A ちゃんは自宅に向かって走り出し、 Y ちゃんはその場にしゃがみ込んでいたという。 A ちゃんの母親は慌てて A ちゃんの後を追って一旦自宅に戻り、自宅にいた小学1年生の長男に Y ちゃんの様子を見に行かせたが、長男が Y ちゃんはいなかったと戻ってきたため、焦った A ちゃんの母親が Y ちゃんの家を訪ねたが、 Y ちゃんは自宅に帰っておらず、忽然と姿を消してしまった。ちなみに A ちゃんの母親が目を離した時間は約20分だったという。ただ A ちゃんの母親が目を離してから約 2,3 分後、近所に住む主婦が現場を通りかかっているが、すでに Y ちゃんの姿はなかったとされているため、 Y ちゃんはわずか 2,3 分の間に姿を消したことが分かった。同日午後4時30分頃、 Y ちゃんの捜索願いが出され、周囲の捜索が行われたが、 Y ちゃんの足取りをつかむことはできなかった。懸命の捜索。
幼稚園からの帰宅途中に忽然と姿を消した Y ちゃんの捜索は、失踪翌日警察犬による捜索が行われたが、前日の夜から降り出した雨で匂いがかき消され、痕跡を追うことができず、当初から全く手がかりがなかった。そんな中、現場付近から Y ちゃんのキーホルダーとお菓子のラムネが発見され、路上の土に埋まるようにして Y ちゃんのものとみられる数十本の毛髪も発見された。さらに現場近くの団地からは、 Y ちゃんが履いていたものと同じ絵柄で同じサイズの靴も発見されているが、 Y ちゃんのものだと断定はできず、足取りにつながる物証とはならなかった。また捜索から3日目には、地元住民で作成したビラ7500枚を二川バイパスを通るドライバーに配り、捜査員350名によるローラー作戦も行っているが、手がかりはなく、近所の集会場対策本部として地元住民や消防署員なども参加し、付近の山中や川などでも懸命の捜索を続けた。失踪から1週間後には、 Y ちゃんの父親の同僚10名が岡崎市内まで足を運び、銀行やスーパー、農協などにチラシを配布し、地元住民など総勢1000人以上で捜索を行ったが、新たな情報を得ることはできなかった。その後、失踪翌日午前7時20分頃に、現場近くの地下道付近で Y ちゃんらしき制服姿の園児を見たとの情報が寄せられたが、それでも Y ちゃんの行方は全くわからず、神隠しという言葉すら聞かれるようになった頃、ある心霊現象をきっかけに現場近くの池の水が抜かれることになった。心霊の噂。実は失踪から2週間以上が経過した12月18日、ある新聞に妙な噂の記事が掲載された。その内容は、現場近くの池に子供の幽霊が出た、池の近くを通ると車が突然エンストした、お母さん寒いよという声が聞こえたなどの噂が飛び交っているため、 Y ちゃんは池の中に落ちたのではないかというもので、この記事の影響からか、池の周りには菊の花が備えられるなどもしていたという。さらにあるネット掲示板には、この幽霊騒ぎの元となった話が掲載されており、その投稿によると、ある日近所の男性がその池の横を車で通ったら急にエンストし、しばらくするとエンジンがかかったため無事に自宅に戻ったが、家に着いた際、妻があなた、さっきの子どこの子と尋ねてきたため、は、さっきの子って誰だよと男性が聞き返すと、再び妻が車から一緒に降りてきた子よ、幼稚園ぐらいのと話したため、男性は Y ちゃんの事件が頭をよぎり、もしかしたら池の中に Y ちゃんが落ちたのかもしれないと思い、警察に相談したという内容だった。これらの噂に加え、実際 Y ちゃんが祖父の家に行くとき、この池の近くを何回か通ったことがあるとされ、この道は Y ちゃんが好きな道だったことから、以前も上空からヘリで捜索していたが、その際池が濁っていて底が見えず断念していた。これらのことから警察は、地元住民のすっきりしたいとの思いも組み、池の水を抜くことを決定したが、その結果 Y ちゃんの遺体や所持品が発見されることはなかった。類似事件。1989年10月11日午後4時頃、同じ豊橋市で当時8歳の女児が行方不明になる事件が発生している。失踪当日午後6時頃、女児の自宅に男の声で身代金1000万円を要求する電話があったことで、この事件は身代金目的の誘拐事件だったことが判明し、警察は犯人との数回の電話のやり取りで逆探知に成功した。その後、犯人は女児を連れて豊橋市内を転々としながら公衆電話からかけていることが分かり、男の車も特定され、捜査車両が追い詰める機会が複数回あったものの、男は一人で車に乗っており、車ごと捜査車両に体当たりするなどして逃走を繰り返したが、男の車が脱輪しているのが発見され、近くにいた喫茶店経営者の男、当時27歳を逮捕した上で女児の捜索を始めた。しかし女児は遺体となって山中に埋められているのが発見され、誘拐された直後に車のトランクに入れられ衰弱していたところ、男に殴打され生き埋めにされたことが分かった。逮捕された男は
豊橋市内で喫茶店を経営していたが、金にルーズだったこともあり、借金の総額は2430万円にも及び、サラ金への返済期限が迫り、金の工面ができなかったことで、身代金目的の誘拐で金を得ようと企てたという。そしてその後の裁判で、この男には無期懲役の判決が言い渡されている。事件の真相とは。この事件は失踪から相当な時間が経過しており、全く捜査に進展が見られなかったことから、 Y ちゃんの家族はすでに失踪宣告を申し立てているとの情報がある。仮に何者かに連れ去られたことで Y ちゃんが生存している可能性はゼロではないが、4歳ともなれば自分自身をしっかりと認識できるため、他人の子として生活するのは無理があるとの見方が強く、生存の可能性は極めて低いと見られている。また Y ちゃんは些細な喧嘩をきっかけにたまたま一人で取り残されたため、計画的に誘拐などを行うことは不可能だったことから、捜索しきれていない場所があるのではないかとの見方も根強くある。果たして Y ちゃんは一体どこに消えたのか、事件に巻き込まれたとすれば犯人は誰なのか、この事件の真相とは。この事件は40年以上も前のため、現場周辺の道路や建物が大きく変化していると思われ、ストリートビューで確認しても当時の失踪状況をつかむのは難しい印象があります。実は毎年9歳以下の子供は1000人以上が行方不明になっているとの統計があり、それによると最近の2021年でも1010人が行方不明になっています。ただそのほとんどが迷子や家出で、事件性のない事例ばかりのため、ほとんどのケースが無事に発見されていますが、稀に神隠しと疑うような謎の失踪も存在します。今回取り上げた Y ちゃんのケースも謎が多く残されていますが、事件だと断定できるものが何もないため、失踪当日の夜に雨さえ降っていなければ何かしらの手がかりを発見できていたのではないでしょうか。4歳児の運動能力などを調べると、この頃から複雑な動きができるようにもなり、精神的にも知的にも成長するため、興味本位で大人が想像する以上の動きを見せることがあるとされています。もしかしたら、Y ちゃんも誰もが想像しないような遠い場所や複雑な場所で迷子になってしまったのかもしれません。この事件はすでに失踪宣告が出されているとの情報があるため、真相が明らかになることはないと思われますが、やはり生存の可能性は極めて低いと感じます。失踪の経緯を見ると、突発的なトラブルが発端となり、 Y ちゃんは現場に一人残されているため、たまたま誘拐を考えていた犯人に出会う確率は低いと思われ、何者かに連れ去られたとすれば何か別の要因があったことがうかがえます。事件から40年以上も経過していることから、現場の情報が不足していますが、県道沿いを歩いていたと思われるため、事故の痕跡などはなかったのか非常に気になります。現場付近から Y ちゃんのキーホルダーやお菓子のラムネが発見され、さらに土に埋まるようにして髪の毛が見つかっていることから、何かしらの車両に引かれた痕跡だと捉えることもできます。仮に現場付近で事故に遭っていたとすれば、事故を隠蔽するために連れ去られた可能性が浮上し、失踪当日の夜から降り出した雨によって警察犬が匂いを追えなかったとの見方がありますが、車で連れ去られたために匂いを追えなかったと考えることもできます。ただ気になることは、現場近くの団地から Y ちゃんが履いていたものと同じ靴が発見されているという情報です。捜索の際、捜査員350人でローラー作戦を行っているとの情報もあるため、団地の住民は全て当たっていると思われますが、その中に犯人がいた可能性も捨てきれないと感じます。いずれにしても、当時現場付近に防犯カメラなどがあれば早期に解決できた可能性があるため、非常に残念だと感じます。皆さんはどんな考察をするでしょうか。はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、渋谷美希ちゃん失踪事件です。この事件は当時3歳の女児が
保育園から帰宅中に突然姿を消し、行方不明となった謎の事件です。事故や誘拐など様々な可能性が考えられましたが、今もなお真相は解明されていません。一体当時現場で何があったのか、まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1983年11月1日午後4時30分頃、宮城県川崎町に住む保育園児の渋谷美希ちゃん当時3歳が、祖父の運転する車で保育園から帰宅する途中行方不明になった。祖父が美希ちゃんを車に乗せ自宅へ帰宅していたところ、道路脇の田んぼに知人らを見かけたため、車を一時停車させて美希ちゃん一人を車に残し、知人らと立ち話を数分ほどして車に戻ったところ、美希ちゃんの姿は忽然と消えていた。祖父と知人らはすぐに周囲を捜索したが見つからず、祖父は警察に孫がいなくなったと届け出し、警察による捜索が進められた。その後警察の捜査によって、美希ちゃんは何者かに連れ去られた可能性が高いことが分かり、延べ約1万7000人を動員し、不審な車の洗い出しや渋谷さん一家の交友関係なども当たった。しかし結局犯人を特定することはできず、事件から約38年経った現在も未解決のままとなっている。現場の状況。現場となった宮城県川崎町は仙台市の南に位置し、町の約8割が森に囲まれ、西には蔵王連峰がそびえ立ち、豊かな自然に囲まれた人口約8000人の町だった。美希ちゃんは運転手の父親と看護師の母親の間に生まれ、普段から保育園に美希ちゃんを迎えに行くのは祖父の役目だったという。事件当日11月1日午後4時30分頃、いつものように祖父の運転する乗用車で保育園から帰宅する途中、水田が広がる見通しのいい一本道で知人を見つけたため、祖父は路上に車を止めて一人で車を降り、美希ちゃんには車内で待っているように指示し、そこから約25メートル離れた田んぼで知人3人と農作業の打ち合わせを行っていた。数分後、祖父が車に戻ると助手席には美希ちゃんの保育園のカバンと帽子だけが残され、美希ちゃんの姿は消えていた。この時助手席のドアは40センチほど開いていたという。ちなみにこの時間帯は脱穀機が田んぼを回っていたため、周囲の音は聞きづらい状態だったが、近くで農作業をしていた女性が美希ちゃんが車から降りてその周りで遊ぶ姿を目撃している。その後通報で駆けつけた警察は、周囲に農作業水路が多い水田であることから、美希ちゃんが一人で車を降りた際誤って水路に転落した可能性が高いとみて警察犬を動員し、地元住民らと一緒に付近一帯を深夜まで捜索したが、行方につながる手がかりを発見することはできなかった。その後の調べで、祖父の車から15メートルほど離れた場所で6メートルほどのタイヤのスリップ跡が見つかり、さらにその近くには美希ちゃんと同じ大型の血痕が少量発見された。しかし当時は DNA 型鑑定がなく、美希ちゃんの血痕であるとの確証は得られなかった。警察の捜査。当初警察は現場から見つかった血痕やタイヤのスリップ跡から美希ちゃんが一人で車外に出て交通事故に遭い、そのまま連れ去られたとみて交通事故の線で捜査を進めた。しかし現場近くで見つかった血痕は、美希ちゃんがいなくなった直後には付着していなかった疑いがあることが分かった。事件翌日の朝に現場を改めて検証したところ、初めて血痕が路上に付着しているのを確認していたことが判明し、事件直後の検証では別の付着物を血痕と見間違った可能性が浮上した。また血痕の近くに残っていたタイヤのスリップ跡についても、付近の聞き込みを行った結果、事件前から路上にあったとする複数の証言があり、事件との関連は薄まった。これらのことから計画的に美希ちゃんを連れ去った可能性が強まり、不審点の解明に捜査の重点を置いた。その後の捜査で血痕とスリップ跡のあった場所の近くに薄茶色の車が止まっており、車のそばには
30歳前後の男女が立っていたという目撃証言をつかみ、さらにその車は現場から400メートル先の路上でも猛スピードで走り去る姿が対向車の運転手によって目撃されていたことが分かった。警察はこれらの証言をもとに、ひき逃げと誘拐の両面を視野に入れ、捜査員144人体制で精力的な捜査を行い、同時に現場付近を通行する車両を1台ずつ潰す地道な作業が続けられ、事件前にミキちゃん宅に対して恨みなどを持つ者がいなかったかなど徹底的な洗い出しもかけられた。しかし川崎町の住民はほとんどが親類縁者ということもあり、本当のことをなかなか言ってくれないため正確な情報が得られず捜査は難航した。また事件発生直後、ミキちゃんの自宅に無言電話や身代金要求の電話が入ったことから、これらの電話についての捜査が行われたが、いたずら電話の可能性も捨てきれず、相手の特定には至らなかった。怪しい人物。実はこの事件には怪しいとされる一人の男が浮上していた。その男は宮城県大河原町で飲食店を経営していた31歳の F という人物で、ミキちゃんの父親とは同級生だった。事件当時 F は薄茶色の車を所有しており、事件のあった時間帯にミキちゃんの家から約1キロ離れた酒屋に仕入れに行くために車の運転をしていたことが判明し、 F が何らかの事情を知っている可能性があるとみて警察に何度も事情聴取されている。しかしなぜか F は事件後に車を変え、薄茶色の車は所在がわからなくなっており、さらに F はその後行方不明になっている。当時現場では30歳前後の男女2人組が目撃されているため、 F が何らかの目的でミキちゃんを誘拐するのを手伝った女がいるのではないかとも指摘されており、この事件は計画的犯行だとの見方もあるが、女が誰なのかもわからず真相にたどり着くことはできていない。事件の真相とは。事件から約1年後の1984年10月、ミキちゃんが失踪した現場に情報提供を求める看板が設置され、2001年には警察によって21歳になったミキちゃんの予想モンタージュ写真が作成された。またこの事件はテレビ番組でも何度か取り上げられ、現場検証を行うなど、その度に全国から寄せられる情報に関して裏付けを取っているが、ミキちゃんの行方につながる情報は得られておらず、2012年2月にはミキちゃんの帰りを見届けることなく祖父が亡くなっている。実は事件前日の夜、ミキちゃんの様子がいつもとは違う感じだったと母親が語っている。母親はいつもは寝つくと起きたことなんかないミキが、事件のあった前の晩に限って起きて足にまとわりついてきて離れなかったんですと話しており、この時すでに自分の身に起こる異変を感じ取っていたのではないかとの見方がある。失踪から30年が経過した2013年、ミキちゃんの母親はまだ諦めていない、事件がこんなに長く続くとは思わなかった、犯人が人の心を持っているのならせめてミキの居場所を教えてほしいと絞り出すように訴えている。果たしてわずか数分の間に何があったのか、ミキちゃんを連れ去った人物は誰なのか、この事件の真相とは。この事件は現場に残されたブレーキ痕とその近くにあったミキちゃんと同じ大型の血痕が失踪に関連するのかというのが大きなポイントだと感じます。約6メートルのブレーキ痕を車で残すには最低でも時速30キロ以上は必要とされており、3歳女児の平均体重が14キロから16キロと仮定した場合、衝突で飛ばされる距離は約10メートルとされています。このことから推測すると、事故の衝撃に周りが気づかないというのは考えにくいため、やはりミキちゃんは交通事故の隠蔽で連れ去られたのではなく、車外で遊んでいるところを連れ去られたような気がします。また失踪当時、現場付近の日没時刻は過去のデータを調べると午後4時半過ぎとなっているため、失踪時の現場は街灯がなければかなり暗くなっていたと考えられます。
おそらくその暗さで誰も犯行に気づかなかったのではないでしょうか。そして私が気になるのは現場近くで目撃されている F という男です。事件後に車を変え、行方までわからなくなっていることが、やはり事件に関与している証拠のように思えてなりません。ミキちゃんが生存している可能性も考えられるため、この男に対する再捜査が必要ではないかと感じます。この事件は失踪の状況を見る限り、やはり何者かによって連れ去られた可能性が高いと感じますが、祖父が帰宅途中で知人を見つけ、ミキちゃんだけを車内に残し、車から降りるという偶発的な行動を予測することは難しいため、計画的な犯行というのはほぼ不可能だと感じます。残る選択としては、ミキちゃんが急に飛び出すなどで事故を起こし、事故を隠蔽するための突発的な連れ去りの可能性が浮上しますが、さすがに事故であれば、脱穀機の音がしていたとしても気づくのではないでしょうか。仮に6メートルものブレーキ痕が事故の痕跡だとすれば、大きなブレーキの音とともに、現場にはもっと大量の血痕が残されていると考えられるため、やはり事故説には違和感を覚えます。そして、この事件が計画的でないとするならば、偶発的に連れ去る動機が全く理解できず、仮に怪しいとされる F の関与があったとすれば、F は日頃から常に女児が一人でいるところを狙っていて、たまたま遭遇したチャンスを逃さず、犯行に及んだということしか考えられません。これらのことから推測すると、この事件はやはり偶発的ではなく、計画的な側面の方が強いのではないかと感じます。しかし、冒頭で述べた通り、そもそもこの事件は、ミキちゃんを助手席に残していなければ起きなかったという偶発的要素が存在します。そのため、計画的犯行とするには、絶対的な条件が一つだけ必要となります。それは11月1日午後4時半頃にミキちゃんが車の中で一人になると分かっている人物でないと犯行は不可能だということです。そしてこの条件を満たすためには祖父の協力が必要不可欠であることが分かります。もちろんこれは計画的な犯行だった場合の可能性の一つであり、身内の関与を疑うものではありませんが、私がこの事件で気になる点としては、捜査関係者が言っていたとされる川崎町の住民はほとんどが親類縁者で、本当のことをなかなか言ってくれないため正確な情報が得られなかったという言葉です。この言葉から汲み取れることは、親類縁者しか知り得ない事柄が存在していたのではないかということです。仮に誰にも言えない身内のトラブルなどがあったとすれば、ミキちゃんは身内のトラブルに巻き込まれた可能性も考えられます。もしかしたらこの事件は親類縁者が多い町だからこそ起きた事件なのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、山本美穂さん失踪事件です。この事件は当時20歳の女性が突然失踪し、北朝鮮の拉致が疑われている事件です。失踪から20年後に身元不明の遺体と DNA 型が一致したとの連絡がありましたが、明らかに別人だったため鑑定の偽装疑惑があります。一体彼女はどこに消えてしまったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1984年6月4日午前10時頃、山梨県甲府市に住む山本美穂さん当時20歳が図書館に行ってくると母親に言い残し、ミニバイクで出かけたまま行方不明となった。4日後の6月8日新潟県柏崎市の海岸で美穂さんの所持品の一部が発見されたが、行方につながることはなく北朝鮮による拉致が疑われた。その後2002年に北朝鮮から拉致被害者5人が帰国し、その中には政府の認めていなかった拉致被害者がいたことから、美穂さんも拉致の可能性が高いと考えられた。2003年、拉致の可能性がある失踪者について調査する特定失踪者問題調査会が設立され、美穂さんは特定失踪者第一次リスト40名のうちの一人として登録された。しかし翌年の2004年、警察から突然連絡があり、
美穂さんが失踪した17日後に山形県の海岸で発見された身元不明の遺体と美穂さんの DNA が一致したとの報告があり、警察は自ら命を絶った可能性があるとの見解を示した。ところがその後、発見された遺体に様々な矛盾が見つかったため、家族は美穂さんの死亡の撤回と再鑑定を求めた。しかし、その訴えは受け入れられることはなく、拉致の疑いが濃い失踪者を身元不明の遺体と結びつけ、拉致問題の沈静化を図ろうとしたのではないかと、現在も疑いの目が向けられている。事件の経緯。失踪した美穂さんは、山梨県警の警察官だった父親と、専業主婦の母親、そして美穂さんと双子の妹 M さんとの4人家族で、2歳年上の兄もいたが、美穂さんが高校3年生の時に事故で亡くなっている。美穂さんは高校卒業後、看護学校へ進学し、2年で中退した後、大学への進学を目指して受験勉強を始めた矢先に行方不明となった。失踪当日、6月4日、美穂さんは受験勉強をするため、母親に図書館に行くと告げ、ミニバイクで甲府市内の図書館に出かけ、そのまま行方不明となっているが、その日、図書館は休館日だったことが分かっている。6月6日、母親が甲府駅南口の駅ビル前にある駐輪場で、美穂さんのミニバイクが止めてあるのを発見した。6月8日、新潟県の柏崎警察署から美穂さん宅に、柏崎市の荒浜海岸で美穂さんのセカンドバッグが発見されたと電話が入り、家族はすぐに警察署に向かった。海岸で発見されたセカンドバッグには、美穂さんが乗っていたミニバイクの鍵や財布と運転免許証が入っていたが、砂浜で発見されたにもかかわらず、濡れた形跡が一切なかったという。このことで家族は少し不信感を抱いたが、美穂さんの家出人捜索願いを提出した。6月21日、美穂さんのバッグが発見された海岸から北へ約200キロ離れた山形県遊佐町の海岸で、身元不明の遺体が発見されていたが、この時は美穂さんの家族へ警察からの身元確認の連絡は何もなかったとされている。同年10月18日、美穂さんの自宅に美穂さんらしき女性から電話があり、母親と妹が10分ほどやり取りをしている。美穂でしょ？元気？元気。元気？帰っておいで。その後、無言のまま電話は切れたが、すぐにまた電話があり、妹が柏崎へ行ったことを話すと、また電話が切れ、再び電話があり、妹が帰っておいでと言うと、また電話が切れたという。その後、11月6日からは無言電話がかかってくるようになり、4年半ほど続いたが、電話の相手が誰だったのかは分かっていない。懸命の捜索。警察官だった美穂さんの父親は、失踪時から全国の身元不明の遺体を調べ、美穂さんと思われる遺体がないかを確認しては、美穂さんの無事を祈っていた。そんな中、美穂さん失踪から2年半後の1986年12月、富山県警から身元不明遺体と美穂さんの特徴を照合したいとの連絡が入り、1988年11月には東京都からも同様の連絡が入ったとされているが、いずれも美穂さんではなかったことが確認されている。そして、失踪から18年後の2002年9月17日、日朝首脳会談が行われ、北朝鮮が日本人の拉致を認め、5人が帰国を果たし、その帰国者の中には、美穂さんのバッグが見つかった荒浜海岸に近い場所で拉致された蓮池さん夫婦も含まれていたため、美穂さんが拉致された可能性が一気に高まった。その後、全国ニュースでも北朝鮮による拉致の疑いが強いことが報道され、特定失踪者リストに掲載されることとなったが、間もなくして、美穂さんの父親は脳腫瘍で倒れ帰らぬ人となってしまった。家族にとって大きな存在だった父親が亡くなった後、地元甲府市では美穂さんの高校の同級生らが中心になって署名活動を行い、甲府市の人口4分の1にあたる20万人の署名が集まり、街中にはポスターなどあらゆる場所に掲示されるようになったが、行方につながる情報は得ることができなかった。
可解な鑑定。2004年3月14日午後6時頃、美穂さんの妹 M さんのもとに一本の電話が入った。山形県で発見された身元不明の遺体と M さんの DNA が一致したという山梨県警からの連絡だった。M さんは突然の連絡に状況が把握できず、疑問を問いかけると、前にも山形のご遺体と DNA 鑑定しているということは言いましたよと言われ、そんな話は聞いていなかったため、驚きが隠せなかったという。実は、この電話の1年前、M さんは山梨県警から今後の捜査のためという理由で DNA 鑑定の資料として血液を採取されていた。その際、詳しい説明はされておらず、美穂さんと M さんは一卵性双生児で DNA が同じなので血液を提供していただけますかという話だけで、山形県の矢の字も聞いていなかったことからも、この一連の警察の動きに対し美穂さんの家族は不信感を抱いていた。本来なら身元不明の遺体や遺留品などを家族が確認してから鑑定するはずだが、家族の知らない間に鑑定されていたことに違和感を覚えたという。その後の県警の説明によると、山梨県警が行った DNA 鑑定は当時では最新の方法だったとされ、科学警察研究所では2カ所だけしか DNA が一致しなかったが、その後の名古屋大学での鑑定で11カ所が一致したことで、山梨県警は遺体を美穂さん本人であると断定していた。その結果に納得できない家族は再鑑定を山梨県警に求めたが、鑑定に必要な遺体の一部を使い切ったという理由で再鑑定は行われず、警察に対する不信感が募り、この遺体は美穂さんのものではないという確信を深めていった。また山梨県警の記者会見では、県警の意向で報道カメラを一切入れずに行われ、発表文を読み上げるだけにとどまり、記者の質問のほとんどに言えないと回答を避け、美穂さんは自殺の可能性もあるため引き続き捜査をしていく方針だと発表した。これに対し県警の記者クラブは説明が不十分であるとして異例の再質問を行ったが、明確な説明はされず、国民の関心の高い問題であることからも正式な会見を求めたが、それも拒否されてしまった。新たな確信。県警の記者会見から約1ヶ月後、美穂さんの家族は山梨県警で山形の遺体の資料を閲覧することができた。その資料には美穂さんの遺体ではないと確信を深める理由がいくつも見つかった。遺体の遺留品を確認したところ、下着やネックレスは全て美穂さんのものではなく、遺体のブラジャーの形もちょっと派手めで、サイズが A の70だったが、美穂さんは B カップで肩幅があったため、サイズは B の75から80だったという。また遺体が身につけていた特徴的なジーンズにも疑問を抱いた。そのジーンズは両サイドのポケットの部分に革が貼り付けられていたものだったが、美穂さんが履いていたのは普通のブルージーンズだった。遺体が本当に美穂さんならば、この特徴的なジーンズをどこかで買った可能性が浮上するが、2010年あるテレビ番組が甲府市内のジーンズ店を訪ね調査したところ、すでに警察が捜査に来て販売元を調べていたことが分かり、結局どこのメーカーで作られたものか判明しなかったという。これについてジーンズ店の店主は、日本で売られたものではない可能性を指摘し、遺体は外国人ではないかとも語っている。そして2009年11月、美穂さんの家族は遺体の鑑定書を入手し、法医学者に分析を依頼した。その結果、遺体が一部白骨化しており、歯が13本抜け落ちていたことについて、法医学者は死後17日以内でこのような状態にはならない、最低でも3ヶ月はかかる、ましてや20歳の若者がこんな短期間で歯が13本も抜け落ちることは考えられないと述べている。さらに遺留品、体のサイズ、遺体の状況など全てが一致しないのに DNA 鑑定だけで一致するのはおかしい、警察は発表を撤回すべきだとも話していたとされている。事件の真相とは。この事件は美穂さんが自殺だったと報じられたことで捜索活動が一気に収束してしまい、
一部ではマスコミを使った世論誘導がなされたのではないかとの疑惑もある。2015年8月、美穂さんの DNA 問題について偽装された事実を究明するための全国組織が立ち上げられた。家族はこれまで様々な矛盾点を警察に示し、美穂さんの死亡の撤回を求めて情報公開を請求してきた。しかし、様々な理屈から DNA 鑑定は渡せない、コピーもできないと言われ、矛盾を指摘してもあり得るとの一点張りで受け入れられることはなかった。実は北朝鮮の元国家安全保衛部指導員で、1999年に韓国へ亡命した人物が、1993年から1994年頃に北朝鮮のある部隊で何度か見かけた女性に美穂さんがそっくりだったと証言しているが、信憑性は明らかになっていない。また2019年12月に特定失踪者家族会から拉致問題担当大臣に提出していた要請文書に対する回答によると、美穂さんの事案については山形で発見された遺体が美穂さんと同一人物であったと判断しているが、失踪から死亡に至る経緯が現在も不明であることから、拉致の可能性を含め事件事故のあらゆる可能性を念頭に捜査調査を継続していくとの回答があったものの、未だに捜査は進展していない。果たして美穂さんの身に一体何があったのか、生存の可能性はあるのか、この事件の真相とは。この事件で北朝鮮の拉致が濃厚と言われる要因の一つには、大町ルートと呼ばれる在日朝鮮人による北朝鮮への物資の運び出しルートがあります。大町ルートは千葉県の宇那上町から新潟県の大町を通って日本海側の新潟、富山へ抜けるルートのことですが、実はこの周辺では拉致被害が集中しているとされています。美穂さんの住む山梨県甲府市もまさしくこの大町ルート上にあり、遺留品が発見された海岸も新潟県の大町ルートの最終地点近くだったことが分かっています。また特定失踪者の住所や失踪場所を調べると、全体の約3分の1が大町ルート上にあるとされ、自宅に何度も無言電話がかかってくるのは特定失踪者の共通点でもあります。このことからもやはり美穂さんは北朝鮮による拉致の可能性が高いことが分かります。もしかしたら美穂さんは大学受験を目指していたため、そのやりたいことが実現できる方法を紹介すると言われ、誘い出されて拉致されたのかもしれません。この失踪事件は、事件が起きた年代や状況などから、やはり北朝鮮による拉致の可能性が非常に高いと感じます。特定失踪者問題調査会によると、1980年代中頃と1990年代初めにかけて若い女性の失踪が頻発し、失踪時の状況が似ているものも多く、北朝鮮の拉致が濃厚だとされています。そしてそのほとんどが偶然ではなく、何らかの組織が関わっている可能性が高く、誘い出す手口として仕事や就職先を紹介するといったケースが多いとも言われています。このことから推測すると、美穂さんも似たような手口で誰かに誘い出された可能性が高いのではないでしょうか。甲府駅の駐輪場に美穂さんのバイクが止めてあったことから、駅前で誰かと待ち合わせをし、そのまま車で連れ去られたと考えることもできます。仮に拉致だとすれば、現在も生存している可能性は十分あるため、日本政府の力によって家族との再会が実現できるよう願うばかりですが、この事件の最大の謎は、身元不明の遺体が明らかに別人であるにもかかわらず、美穂さんの DNA 型と一致したという偽装疑惑です。やはり失踪から20年も経ってからの DNA 鑑定にはどうしても違和感を覚えます。これについては、2002年の日朝首脳会談で国交正常化を目指していた政府が拉致問題の沈静化を図るために拉致の事実を認めたくなかったという意図的なものを感じます。美穂さんの失踪は政府が拉致と認めていなかったため、拉致問題に区切りをつけたい政府の思惑が大きく影響したのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。
はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、水戸ミス梅娘失踪事件です。この事件は今から約35年前に女性が会社から帰宅中に行方不明となった事件ですが、遺留品がいくつか発見されたにもかかわらず、未だに解決の糸口はつかめていません。一体彼女はどこに消えたのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1986年12月26日午後3時過ぎ、茨城県水戸市内のデザイン会社に勤務していた大畑美智子さん、当時21歳が、この後友人と会う約束があると帰り際に告げ、退社した後行方不明となった。美智子さんはこの年の水戸の梅娘に選出され、デザイン会社の退職が決まっており、この日が最後の出社だった。その後の捜査で、茨城県内にある県道で美智子さんのものと思われる毛髪や血痕が付着した毛布が発見されているが、失踪当時に着用していた衣服や靴などは発見されておらず、行方につながる手がかりは得られなかった。また美智子さんに言い寄っていた職場の上司が疑われ、念入りに取り調べを行ったが、上司にはアリバイがあることが判明し、失踪に関与していないことが分かった。それ以外の交友関係も徹底的に調べたが、美智子さんには当時交際していた人もおらず、犯人の見当もつかないまま現在も未解決となっている。事件の経緯。美智子さんが失踪した茨城県水戸市は関東平野の東側に位置し、県央地域に区分される町で、冬になると朝晩の冷え込みが強い地域でもある。1986年12月21日、水戸市内で梅祭りの PR のため毎年開催されている水戸ミス梅娘の審査会で、応募者179名の中から美智子さんは選出され、翌年の2月20日から水戸市内の偕楽園でコンパニオンを務める予定だった。そのため梅娘の仕事に専念しようと考え、勤務していたデザイン会社の退社を決意して辞表を提出し、そのタイミングで友人たちと旅行の計画もしていたという。同年12月26日午後3時過ぎ、この日が最後の出社となっていた美智子さんは、残りの給料15万円ほどを受け取り、定時より少し早い時間に退社した。その際、美智子さんはこれから友人と会う約束があると言っていたとされている。これを最後に美智子さんは忽然と姿を消し、行方がわからなくなった。その後警察によって調べたところ、美智子さんと会う約束をしていた友人は見つからなかった。それから数日後、美智子さんが勤務していたデザイン会社から約15キロから20キロ離れた茨城県笠間市にある浅坊山の麓に位置する県道で、美智子さんのものと思われる毛髪と血痕が付着した毛布が発見され、何らかの事件に巻き込まれた可能性が浮上した。疑惑の人物。失踪当時、美智子さんには交際していた男性はいなかったとされているが、勤務していたデザイン会社の元上司がしつこく言い寄っていたという情報があった。警察はこの情報をもとに、美智子さんの失踪に関与した可能性があるとみて、この元上司を厳しく追及したが、アリバイが証明されたため捜査線上からは外れている。実はこの後、この元上司は2000年10月に偽札絡みの別件で逮捕されていることが明らかとなっているが、再び美智子さんの事件について追及したかについては情報が出ていない。また美智子さんの失踪前、何度か自家用車がパンクさせられる被害に遭っており、警察に被害届を提出していることが取材により判明しているが、事件との関連については分かっていない。美智子さんの特徴。失踪した大畑美智子さんは1965年生まれの当時21歳で、茨城県水戸市笠原町に住んでいた。身長は157センチ、体重は40キロ前後で、肩下20センチほどのロングヘアだったという。失踪時の服装はピンクのブレザージャケットに白のスカートで黒のハイヒールを履いていた。また自宅には身の回りの生活用品などが残されたままで、会社を退職した後は
友人と旅行の計画を立てており、駆け落ちをするような男性と付き合っていたという事実もなかったことから、失踪するような兆候は一切見られなかったと家族が証言している。そして美智子さんの失踪後、住民票の移動や貯金の切り崩しなども確認されておらず、失踪してからの目撃情報も全くなく、友人宅に立ち寄ったという情報もないため、自ら失踪した可能性は極めて低いと見られている。類似事件。実は美智子さん失踪の約半年後に、同じ茨城県内に住む女子高生の根本直美さん、当時15歳が行方不明となり、現在も未解決となっている失踪事件がある。1987年6月20日午後7時頃、現在の取手市大曲に住んでいた直美さんは、当時高校1年生でテニス部の部活動を終え、友人らと自転車で下校し、友人と別れ一人になった帰り道に行方がわからなくなった。その後、友人と別れた交差点から自宅までの中間地点にある神社の近くで、直美さんの自転車とバッグが見つかっているが、直美さんの姿はどこにもなかった。失踪当日の夜、父親が神社裏手の集会場で地域の会合に出席するため、午後7時頃にこの道を車で通過していたが、不審な車両や人物を見た記憶はないと述べている。また警察犬を投入した捜索では、自転車が放置された場所から警察犬は動かず、直美さんの足取りは神社の前で消えていることが判明している。その後の調べで、直美さん失踪の前日、神社の対岸にある地区で会社帰りの女性が白い車に追いかけられたとの情報を得たが、特定には至らず真偽は不明のままとなっている。この年代は北朝鮮の日本人に対する拉致が行われていた時期に合致しており、発見されたバッグに現金が残されていたことから、金銭目的ではないとみられ、自転車を放置するなど発覚を恐れない大胆な手口ということもあり、北朝鮮による拉致の線が強いと判断され、直美さんは現在特定失踪者問題調査会の失踪者リストに掲載されている。このことから、大畑美智子さんの失踪に関しても北朝鮮による拉致の可能性を指摘する声もあるが、一方で毛髪や血痕が発見されていることから、何らかの事件に巻き込まれた可能性が高いとする見方もある。事件の真相とは。この事件は失踪から35年が経とうとしているが、現在も全くと言っていいほど捜査に進展はなく、美智子さんの行方につながる手がかりは得られていない。またこの事件は公開されている情報が極めて乏しく、失踪当日美智子さんは車で出勤していたとの情報もあるが、信憑性の判断は難しく、発見された毛髪や血痕について再鑑定が行われているのかさえも情報が出ていない。ただネット上には一つ気になる情報がある。2001年6月、美智子さんの失踪に関する掲示板に、失踪当時美智子さんに言い寄っていたとされる元上司の親類が興味深い書き込みをしている。その内容は、この元上司が美智子さんを殺害したのは間違いないというもので、自分のやったことを素直に認めて罪を償ってほしいと書かれていた。さらに、どういった状況で事件に発展したのかはわからないが、しつこく交際を迫っていたそうだとも綴られ、解決は警察の頑張り次第だと締めくくっている。仮にこれが事実だとすれば、やはりこの元上司は失踪に関して何らかの関与があったと考えられるが、この書き込みの真偽は不明のままとなっている。果たして失踪当日、美智子さんは誰に会いに行ったのか、生存の可能性はあるのか、この事件の真相とは。この事件は北朝鮮の拉致も疑われていますが、やはり何かしらの事件に巻き込まれた可能性が高いような気がします。美智子さんはこれから友人と会う約束があると告げて、そのまま行方がわからなくなっていますが、実際失踪当日の午後7時に高校時代の同級生の自宅を訪れる約束をしていたという情報があります。結局美智子さんはその友人の自宅を訪れることはなかったため、事件に巻き込まれたとすれば、会社を退社した
午後3時過ぎから午後7時までの間ということになります。また車で出勤していたかについての正確な情報はありませんが、新聞の記事によると美智子さんの車はいつもの民間駐車場に止めたままになっていたと書いてあるため、おそらく車は出勤などでも利用しておらず自宅の近くに置かれていたのではないでしょうか。だとすれば、やはり何者かが美智子さんを車で連れ去った可能性が高いと感じます。そしてやはり気になる存在は会社の元上司です。実は美智子さんが勤めていたデザイン会社は家族経営の小さな会社で、この元上司と呼ばれている男は社長だったという情報があります。また美智子さんは梅娘に選ばれたことで退職したような情報が多く見られますが、選考の1ヶ月前には辞表を出しているため別の理由があった可能性があります。もしかしたらこの元上司と呼ばれる男から逃げるために退職したのかもしれません。この事件は今から約35年前ということもあり、情報が少ないことは理解できるのですが、それを考慮したとしてもあまりにも情報が少なく、過去の新聞などを調べると失踪から2ヶ月後の記事を最後に全く報道がされていないという点がやはり気になります。さらに通常の失踪事件であれば失踪者の顔写真などが公開されていますが、この事件に関しては事件当時の新聞に一度掲載されたきり、現在はどこを探してもなぜか本人の写真が出ていません。これらのことから推測すると、実はこの事件はすでに解決済みのような気がします。これは私の想像ですが、失踪から1年も経たないうちに美智子さんの生存が確認できたため、実は家出として処理されているのではないでしょうか。死亡が確認された場合は間違いなく報道されると思われるため、報道がないということはやはり生存が確認できている可能性が高いと感じます。だとすれば警察のホームページや北朝鮮による拉致が疑われる失踪者リストに掲載されていないことも納得できます。また毛髪や血痕が付着した毛布についてその後鑑定結果の公表がなかったことは、美智子さんの生存が確認できたため公表する必要がなくなったと考えることもできます。もちろんこれらは私の個人的な見解であり、事件に巻き込まれた可能性を否定するものではありませんが、どうしても報道の少なさには違和感を覚えます。ただ仮にこの事件が何らかの形で解決しているとしても、せっかく選ばれた梅娘を結果的に辞退しているため、失踪にはよほどの理由が隠されていたことが想像できます。もしかしたら美智子さんには家族や友人には知られていないような男性との交友関係があったのかもしれません。皆さんはどんな考察をするでしょうか。はい、皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回の考察は未解決事件、名古屋市母子行方不明事件です。この事件は当時30歳の母親と当時3歳の男児が突然姿を消した事件ですが、それと同時にある一人の男性も行方不明となり、事件性が噂されています。また母子の自宅にあったカレンダーに解読できない謎の文字が書かれているなど、不可解な痕跡も見つかり、多くの謎が残されています。一体この母子の身に何があったのか。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。1989年7月26日午後1時頃、名古屋市千種区に住むルメイアス・シナノさん当時30歳と息子のダライ君当時3歳が突然行方不明になり、その後この母子と同居していた無職の男性 N さん当時34歳の行方もわからなくなっていることが判明した。失踪当日午後、シナノさんとダライ君は名古屋市名東区にある父親の会社に翌月の生活費をもらいに来ており、その際明日の夜から 4,5 日間四国に自然食関連のイベントを見に行く、私のワゴン車で N さんに連れて行ってもらい、向こうではキャンプをすると話していたが、それ以降連絡は途絶え行方がわからなくなった。その後の調べで母子2人と N さんは四国のイベントに参加していないことがわかり、 N さんの行方もつかめなかったことから捜査員が自宅を捜索したところ、2階の畳に20センチ四方の血痕が見つかり、その血液型が信濃さんと一致した。
これらのことから3人が何かしらの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、警察は3人の行方を追うとともに捜査を進めた結果、名古屋空港近くの駐車場で信濃さんのワゴン車を発見したが、その後も行方につながる物証や情報は得ることができず、この事件は多くの謎を残したまま未解決となっている。奇妙な同居生活。行方がわからなくなったルメイアス信濃さんはオランダ人男性と結婚してダライ君を出産したが、1988年4月に帰国して夫とは別居中だった。そして翌年の1989年3月頃、信濃さんはキャンプに行った先で N さんと知り合い、自然食や環境問題など関心分野が同じだったことから意気投合し、信濃さんの友人から N さんを止めてやってほしいと頼まれたことをきっかけに、 N さんはそれまで住んでいた名古屋市名東区から千種区にある信濃さんの自宅に引っ越し、同居が始まったというが、なぜ友人が止めてやってほしいと頼んだのかについては理由は明らかにされていない。しかし信濃さんも N さんも定職にはついておらず収入がなかったため、製薬会社の子会社の社長だった信濃さんの父親から生活費を援助してもらっており、毎月25日か26日に信濃さんが父親の元を訪れ、約20万円を現金で受け取っていたとされ、家賃などの生活費は信濃さんがほとんど負担していたという。ちなみに同居していた N さんについては、大学を中退後にデザイン関係の仕事をしていたとの情報があるが、失踪当時なぜ仕事をしていなかったのかについては明らかになっていない。また失踪直前、信濃さんは両親に男性からプロポーズされたが受けるつもりはない、1週間くらいしたら出て行ってもらうつもりと話すなど、信濃さんは N さんとの仲がうまくいっていないことを示唆する発言をしており、二人の間に何かしらのトラブルが発生していたのではないかとの見方がある。失踪の経緯。失踪当日7月26日午後1時頃、信濃さんは名古屋市名東区にある父親の会社に8月分の生活費を取りに来ている。この際、明日の夜から4、5日間四国に自然食関連のイベント塩の祭りを見に行く、私のワゴン車で N さんに連れて行ってもらい、向こうではキャンプをすると話していたが、それ以降連絡が途絶えたため、両親が調べた結果、信濃さんは塩の祭りに参加していないことが分かった。また26日午後9時頃、信濃さん宅の隣に住むニュージーランド人夫婦が信濃さんと会話を交わしており、その時信濃さんは四国旅行のことを話していたとされ、特に変わった様子は見られなかったというが、これが最後の目撃情報となっている。一方 N さんは7月27日信濃さんの自宅の大家に家賃を振り込みたいと電話しており、大家が今すぐには口座番号がわからないと答えると、 N さんは明日また電話する、信濃さんと子供の2人は先に旅行に出発した、自分もこれから追いかけると話し急いだ様子だったというが、その後 N さんから連絡はなく、家賃が振り込まれることはなかった。また隣に住むニュージーランド人夫婦によると、29日頃まで N さんが信濃さんの自宅に一人でいるのを目撃しており、その時 N さんは自分は後から信濃さん親子に合流する予定だと話していたとされ、それ以降 N さんも姿を消しているが、四国に向かった形跡などは確認できなかった。その後信濃さんのワゴン車が自宅からなくなっていることが分かり、心配した信濃さんの両親は心当たりを懸命に捜索したが、信濃さんとダライ君の足取りをつかむことができず、9月11日警察に捜索願いを出した。車の謎。捜索願いが出された1ヶ月後の10月11日、名古屋空港近くの駐車場で信濃さんのワゴン車が預けっぱなしになっていることが判明し、車内には旅行で使用するはずだったキャンプ用品や革製のサンダル、食料を入れるための発泡スチロールなどが残されていた。駐車場の職員によると、7月29日午後3時頃に
30代とみられる男性が一人で訪れ、8月10日までの駐車料金9000円を支払い、今から福岡に行くと話していたことが分かったが、この男性が信濃さんと同居していた N さんだったのかについては証拠が何も得られず不明のままとなっている。また車のガソリンはほぼ空の状態で、最後に給油されたのは7月20日だったことが分かったが、信濃さんは普段あまり運転をしていなかったことから、このガソリンは26日から29日にかけて消費されたとみられ、最大で130キロほど移動した可能性が推測された。そのため警察は想定される範囲内をくまなく捜索し、ワゴン車のタイヤに付着していた土の分析から行動範囲を洗い出すなどしたが、結局3人の行方につながる手がかりを得ることはできなかった。その他、飛行機を利用した可能性を考え、国内線の乗客名簿を調べた結果、3人と見られる乗客は見つからず、飛行機には搭乗していないと見られているが、偽名で搭乗している可能性までは排除できなかった。結婚と謎の文字。依然として3人の行方をつかむことができなかった警察は、何かしらの事件に巻き込まれた可能性があるとみて、11月18日、信濃さんの自宅の捜索に踏み切った。室内には、パッキング済みの旅行用品やテントが残されており、ゴミ箱から信濃さん直筆の旅行計画のメモなどが発見されたことから、実際に旅行の計画はあったことがわかり、信濃さんのバッグと財布もなくなっていたが、パスポートが残されていたことから、海外には行っていないとみられた。そして捜査員が2階に上がったところ、事件性を裏付けるような不可解な痕跡が発見された。それは6畳間の畳に牛乳瓶1本分に相当する200ミリもの血痕が20センチ四方に広がり染み付いており、さらに押し入れの布団から2センチ四方の血痕が見つかったことだった。その後の鑑定によって、これらの血痕は B 型だと分かり、信濃さんの血液型と一致することが判明したが、古い血痕で資料の状態が悪かったことから、当時の技術では DNA 型は検出できず、信濃さんのものだとは断定できなかった。この血痕の発見によって、信濃さんは何者かに襲われた可能性が浮上したが、室内からへそくりと思われる現金34万円が発見されたことから、強盗目的の犯行の線は薄いと見られている。また室内の壁に掛けられたカレンダーにある不可解な痕跡が残されていることが分かった。そのカレンダーは7月だけ日付に斜線が引かれ、何かを待ちわびるような様子がうかがえるとともに、26日と30日の部分にはオランダ語とみられる単語が書かれていたため、筆跡鑑定をしたところ、信濃さんの筆跡ではないことが判明した。それら実際の映像は、26日の枠に書かれた2つ目の単語は解読不能となっており、下半分には斜線も引かれ、翌日まで矢印が伸ばされている。30日の枠には午後2時に空港から出発するような単語が書かれているが、行き先などの単語はなく、これらは結局誰が何の目的で書いたのかは解明できず、何を意味するのか全くわからなかった。ある宗教団体とのつながり。実は信濃さんと N さんは自然食品や環境問題だけでなく、仏教やヨガなどにも関心があったため、室内の本棚には多くの宗教書があり、その中には複数のオウム真理教関連の本があった。その後警察が調べを進めると、信濃さんと N さんの2人は過去にオウムの施設に出入りしていたことが判明したため、失踪との関連が疑われたが、捜査の結果2人が信者だったのかは分からず、オウムが関与した証拠なども発見できなかった。しかし警察が信濃さん宅に捜索に入ったわずか数日前の11月4日、坂本弁護士一家殺害事件が発生し、後にオウムによる犯行だったことが明らかになったことから、この失踪事件にはオウムが関与していたのではないかとの見方が根強くある。また他の新興宗教団体が関与している可能性も指摘されているが、別の宗教団体と関わっていた証拠などは発見されておらず、第三者が自宅に侵入した形跡や争った形跡もないことから、失踪の謎は深まるばかりとなっており、現在も
3人の遺体や遺留品なども発見されていない。事件の真相とは。1990年1月26日、警察はこの失踪事件の公開捜査に踏み切り、チラシ配布などで情報提供を求めたが、失踪からすでに半年が過ぎていたこともあり、足取りにつながる有力な情報を得ることはできなかった。実は信濃さんの父親が当時未解決事件を扱った番組の司会者だった坂東英二さんと25年来の付き合いだったことから、この失踪事件は一度番組で取り上げられ、父親自身も出演し、一人きりの娘と孫なので早く見つけてやりたい、生死はともかく何があったのかだけでも知りたいとの思いを訴え、情報提供を呼びかけているが、その願いは叶うことなく、テレビの力を借りても事件に進展はなかった。そして手がかりがないまま、事件から17年が経過した2006年、ついに信濃さん親子に親族から失踪宣告の申し立てがなされたとの情報があり、申し立て人が両親ではないため、父親はすでに他界している可能性があるという。果たして3人は一体どこに消えたのか、事件に巻き込まれた可能性はあるのか、この事件の真相とは。この事件で信濃さんと同居していた N さんは、当時のテレビ番組の中でオウムの出家信者が着るような白い法服を着た写真が映し出されていたとの情報があるため、確かな証拠などはありませんが、オウム信者だった可能性が高いように感じます。仮に N さんがオウム信者だったとすれば、信濃さんも信者だった可能性が浮上することから、この失踪事件は当時噂されていたようにオウムが深く関わっているような気がします。実はこの事件が起きた同じ年の2月10日、オウム教団から脱退しようとした男性信者が麻原の指示によって殺害される事件が起きており、その約2年後の1991年にはスパイだと疑われた女性信者が殺害される事件も起きています。これらのことから、仮に信濃さんが信者だった場合、何かしらの事情によって教団から命を狙われたと考えることもできます。だとすれば、教団の指示によって N さんが拉致に加担した可能性が考えられるため、カレンダーにオランダ語で予定を書き込み、空港近くに車を預けることによって自らの失踪に見せかけたのかもしれません。そして N さん自身も教団の秘密を知ってしまったために消された可能性が考えられます。この事件はすでに34年もの時が経っているため、信濃さん親子が生存している可能性はかなり低いと感じます。そして自宅から血痕が発見されるなど、状況的に事件性がうかがえることから、やはり同居していた N さんとの間に何かしらのトラブルが発生し、それが失踪の引き金になったと考えるのが最も自然だと感じます。これは私の想像ですが、 N さんはプロポーズを断られたことを根に持っており、何かしらの口論の末に信濃さん親子を殺害してしまったのではないでしょうか。そして信濃さん親子の生存を偽装するため、遺体を浴室などでバラバラに損壊し、車でどこかに遺棄しに行ったとすれば、信濃さんのワゴン車が少なく見ても130キロも走行していたことも納得できるとともに、車から血痕や血液反応が検出されたとの情報がないことも納得できます。仮に遺体を損壊していたとすれば、一人では時間がかかると思われることから、29日頃まで一人で自宅にいたとの証言も辻褄が合っており、大家に家賃の件で電話したこともあらかじめ時間がかかることを予測した上で、月をまたぐ可能性を考え振り込み先を聞いたのかもしれません。自宅のカレンダーに書かれたオランダ語についても偽装工作の可能性はありますが、少し腑に落ちないことは、あまりにも字が汚くて偽装工作とは思えないということです。その上、わざわざオランダ語を書いていることも不可解だと感じるため、実際に旅行計画はあったと見られることから、信濃さんがダライ君に書かせた可能性も考えられます。もちろんこれらは私の想像であり、自宅の血痕をそのまま放置していたことや、オランダ人の夫のコメントがないことなど不可解な点がまだ多くあるため、事実は全く違うかもしれませんが、仮にこの事件が失踪を偽装した殺人事件であれば、 N さんについては
現在も生存している可能性はゼロではないような気がします。皆さんはどんな考察をするでしょうか。